二王像書院炎結寺蔵村、観音聖寺は、滋賀県大見八幡市安土町石寺にある、天台集計単立の寺院。三号は絹笠山。本尊は、千樹観音。西国三十三所、第三十二番札所である。本尊真言、御馬皿たら巻陸五栄華、あなとと導きたまえ、観音寺陶器国より運ぶ歩みを、琵琶湖の東岸。 標高433メートルの絹笠山の山頂南側の標高370メートル付近に位置する。伝承によれば、水古天皇13年に、聖徳太子がこの地を訪れ、自国の千住観音を祀ったのに始まるというが、その話は二通りある。一つは、聖徳太子がこの地を訪れた際に出会った人魚の願いにより、一時を混流したというものである。 その人魚は前世が漁師であり、殺生を行としていたために人魚に生まれ変わってしまい、苦しんでいた。そこで、聖徳太子に自身を成仏させてほしいと、懇願したのである。こうして、聖徳太子はその願いを受けて、当時を混流し、自ら千術観の音像を作って、本尊としたというものである。当時にはその人魚のミイラと称するものが伝えられて、 いたが、1993年に、火災で消失した。もう一つは、聖徳太子がこの地を訪れた際に天神が、木の笠山の巨岩の上で舞っていたのを見て、その岩を、天楽石と名付け、聖徳太子自ら、妙見菩薩をはじめとする五つの仏をそこに刻んだという。ついで、聖徳太子は、天テラス大臣と春日明妙人のお告げによって、 山上に湧く水で墨を吸って、千珠観音を描いたところ、釈迦如来と大日如来が現れて、霊木で、千珠観音像を作るようにとの啓示を受けた。こうして、聖徳太子は自ら霊木で、千珠観音像を掘り上げ、天楽石を奥の院として、当時を混流したというものである。実際の創建時期については不明であるが、遅くとも11世紀の平安時代にはすでに、 存在していた。また、現行三年に、足利高氏に攻められた、六原丹大北方法上中時が、五伏見上皇、花園上皇及び、黄金天皇を連れて東国に下ろうとした際に、両院や天皇の宿舎に当てられたとする伝承がある。その場所は、玄本堂の地であり、金利屋敷と呼ばれていたという。観音政治が位置する絹笠山には、 鎌倉時代以来、大見国南半部を支配する佐々木六角氏の居城である観音寺城があったが、六角高頼が観音寺城を居城として以来、寺は六角氏の庇護を得て大いに栄えた。次元によると最盛期には72坊3位のシーンを数えたとされる。しかし、六角貞頼が当主の時や永六年間に六角義方が 観音寺城の拡張工事を行った際に、山城の地域は次第に観音寺城に取り込まれることとなり、ついに寺は、麓の観音国に移ることとなった。この移転以前の境内としては、元宿を参道とし、伝後到底や土地にある石段をまっすぐに上がり、現在境内となっているところをも超えて、伝見ついてや土地にいたり、山の頂上に近いそこに、 かつての本堂である観音堂があったとする見解がある。麓に移ったばかりの寺であったが、a 十1年9月12日の観音寺城の戦いで、織田信長に敗北した六角義方義春夫子が観音寺城を捨てて甲賀軍に退却した時の混乱で消失した。しかし、慶長を2年には再び山上に同社を建てることとなり、かつての山道を埋めて、 境内地を確保し、山頂近くに観音聖寺を再興させ、現在栗が立っているところに観音堂を完成させた。江戸時代に入り、西国三十三所の霊場として栄えた観音聖寺は、天保十二年には、達中として、庭園坊、本城坊、松林坊、宝泉坊、菅泉坊、昭樹坊、徳万坊、光林坊、 京林坊の重火棒が存在していたが、明治時代に入ると京林坊を残して廃絶した。そして京林坊も後には独立している。1880年に観音堂を建て替えることとし、観音堂は滋賀県犬上郡高羅町にある年少寺に本堂として移築された。そして1882年、彦根城の欅御殿を本堂としてもらい受けて、境内に移築した。 しかし1993年、本堂が失火で消失した。交通の不便な山中にある寺院のため、消火活動もままならず、重要文化財に指定されていた、明王六年の名がある、本尊千寿観音立像も消失した。現在ある、木造入りも屋作りの本堂は2004年に再建されたものである。新たに造流された本尊千寿観音座像は、仏師、 松本昭吉の作。旧本尊が1メートル足らずの立像であったのに対し、造高3.56メートル、後輩を含めた、総高6.3メートルの巨大な座像である。像はインドから輸入した23トンもの白弾を素材に作られている。白弾は輸出金製品であったが、観音聖寺の住職が二十数回インドを訪れ、度重なる交渉の後、 特例措置として、日本への輸出が認められたものである。一方で無傷で火災の難を逃れた、前立本尊が逆に秘物となっており、現在のところ観音道が完成する2022年に公開し、以降33年ごとの公開とする予定である。A.B. バさを、観音政治と観音事情後、初集新谷和幸編長、シリーズ、 中世最国武士の研究大三巻を見六角し、ISBN 978から4から864031448。ありがとうございます。